皆さんはご存知かな。千葉県に日本一えぐい、プラットホームが存在することを。それは、西船橋駅。京葉線支線の11番、12番プラットホームだ。このプラットホームは憂鬱のるつぼなのだ。今回のテーマは、超過密、西船橋駅の悲惨、これなのぜ。首都圏の駅の1日の乗降客数、ベスト3は、新宿駅、340万人。池袋駅320万人。渋谷駅260万人です。そして、第4位が横浜駅の225万人で、東京駅は107万人で第6位、上野駅は第15位で57万人となっている。だが、千葉県の西船橋駅は、県庁所在地の千葉駅の21万人を圧倒的に凌駕して、上野駅よりも多い、なんと、1日の乗降客数、67万人で首都圏第13位なんですよ。西船橋駅の混雑がいかに凄まじいのかを、上野駅との比較で説明すると手っ取り早いだろう。上野駅は新幹線も含めて22本のプラットホームがありますが、西船橋駅はたったの6本しかないのです。にもかかわらず、乗降客数は西船橋駅の方が、上野駅より10万人も多いんですよ。それに加えて駅の広さは上野駅の4分の1程度なんですね。だから、プラットホームは超過密で悲惨なのだ。西船橋駅には、JR 総武線、JR 京葉線支線、JR 武蔵野線、東京メトロ東西線、東洋高速線が乗り入れており、それらの乗り換え客で、朝のラッシュ時の混雑度は半端ではありません。京葉線の上り列車は、この西船橋駅から、東京駅行きと、千葉県の副都心へ向かう、海浜幕張駅行きが発着しており、双方の列車を待つ利用客で溢れ、特に混雑している場合は、ホームに上がる人の入場制限までしているありさまなんですよ。京葉線の上りプラットホームは、ホームドアも設置されておらず、大げさに言えば、線路に転落してしまいそうな恐怖感があります。このように混雑している京葉線支線ですが、朝の7時、8時台、山手線が3分に1本、総武線が5分に1本、運行しているのに対し、京葉線支線の7時、8時台の東京駅、海浜幕張行き、ともにわずか、5、6本程度しか走っていないのです。これじゃ混雑するのは当たり前でしょ。最長18分間も電車が来ないダイヤ編成になっているんですよ。首都圏の大きな駅で、18分間も電車が来ないってありえないでしょ。翌日、京葉線支線の上り列車を利用しなければならないときは、前日から憂鬱で憂鬱で仕方がありません。西船橋駅の良いところは、トイレの個室の数が多く、お腹が急降下状態のとき、早く順番が回ってくることでしょうか。ご視聴ありがとうございました。